まあ、そのダーファーを始めて、続けられて、やっぱり一番いいことって何ですか？そうですね、自分がこう問題に直面した時とか、友人関係でうまくいかなかったり、勉強でこうなかなか成果が出せなかったりする時に、その通常でしたらこうなんで結果が出ないんだろうって落ち込んだりとか、なんか、自分がこう他人にこうあんまりよく思われてないんじゃないかっていう風になってしまうんですけど、このターファーがあるおかげでこう、いや、そこはちゃんと、なんて言ったらいいんでしょうかね、自分の中ではこれが軸としてあるから、こうそこまで悲観的にならずに、その失敗とかうまくいかないことにこう落ち込みすぎないで済むというか、こう前を向けすぐに立ち直ってこう先を見据えることができるっていう、その問題に直面した時に立ち直れるっていうのが一番かなっていうふうに思います。私は椎間板ヘルニア、バセドウ病、薬アレルギーも肌も荒れてて良くなかったんですけど、やっぱ柔軟体操ができないから、どんなものかな、いくだけ行ってみようっていう感じで行ったら、あ、私にもできるというあれで続けようという気持ちになったんですよ。でそれは週に1回なんですけど、私ちょっと都合が悪いので、どうか直に教えていただけるところはありますか、そこのね、道州のお店されてる方だったんですよ。行ってみてくださいって言われて行ったんですよ。したら毎日来てもいいですよって言われてね。ほんで私はあの時は土日以外はほぼ毎日行きました。その毎日が良かったんだと思いますよね。ですごく効果が良くって、ここの肌ねガサガサだったんですけど、気がついたらつるっとしてるんですよ。ほんで、それが一番に感じたことですかね。一番大きな点はやっぱりそのイライラすることがなくなったということですね。以前の私は大変喧嘩っ早かったんですけれど、何ですか、すぐカーッとなるタイプだったんですね。でそれが今なくなって、こうなんか人のトラブルがあってもいいやいいやという形で、すごく心が穏やかですね。何か大きな問題があってもやっぱりこう心が穏やかでいられるんで、それがやっぱり一番大きなところだと思います。ありがとうございます。本当に日本ではもうやっぱり今日こちらにもですね、たくさんの方が集まっていらっしゃいますけど、その中国でも実際これができない状況となっております。このことについてどう思いますか？いや、非常に残念だと思いますし、やはり許すべきことではないと思います。この我々の力というか、全世界の人の力によってやはりこれは解決しなければならない問題だと思います。
実はこちらのパレードの方ですね、まあ、あの拝見されていかがお考えですか、まあ、そっちが ご感想で。いや、子供がすごく喜んでたんで、はい、楽しく見させていただきました。まあ、ここまでとファルンゴンというのは実際以前もご存知だったでしょうか。話は聞いたことありますね、はい。まあ、こちらのこのパレードを見てなんかその、まあ、どういう印象をお持ちですか。いや、結構暗い話をねよく聞くことが多かったんで、そういった点ではまあ前向きになるような印象を受けましたね、はい。実際のファルゴン以前ご存知でございますでしょうか。全然知らなかったです。初めて見ました。初めて知りました。なんかこちらのパンフレットだと言いますかね、この内容についてはいかがお考えですか。気候というのが世界中にあって、日本でもそうですし台湾とか、テレビを見るたびに気候のことをやっているので、もちろん合法だということは分かってますし、それが抑圧されてるとかそういうことは一切知らなかったですね。それがましてや中国で始まったのに、それがこういう迫害みたいなこと起こってるということは全然知らなかったです。それを知ったことはすごくショッキングでしたね。こういうのをメディアを通して知らせた方がいいんじゃないですか。知らないですよ、私たち全然知りません。まあ、この話はそのお友達の方にもそのしていきたいと考えて、はい、そうですね。こういう話は聞いたこともなかったので、知った人間はするべきではないかと思います。ファルンゴンは以前もご存知だったんですか。ええ、8月15日終戦記念日の時にお参りした時に、やはりこのようなパレードというかビラを配ってる人たちがいて、その時に話だけ聞きました。まあ、中国共産党はもう1999年からの迫害を始めてもう23年目になりますけれども、まあこの迫害についてはいかがお考えですか。まあ、やっぱりまあ、隣国の国内の問題だし、日本からあまり強く言うことはできないですけど、やっぱり人が死んだり弾圧をしているというのは聞くので、まあ、やめていただきたいというか、そちらで解決していただきたいなとは思います。So how do you feel about this demonstration?
I think it's very good because few people know about it. So demonstration is needed to make communication on it because it's a terrible situation and people should know. So demonstration is a good thing, I think. So as you can see here, the Chinese Communist Party started the persecution in 1999, and so many people are killing or they are taking their organs out. And so how do you think about this organ harvesting in China? It's awful. That should not exist. But I think it's difficult to fight again. The politicians should take decision to fight against. That's the situation.皆様こんにちは。大紀元記者の王文良と申します。23年前の今日4月25日、中国の首都北京では約1万人のファルンゴン学習者が平和的で安静的な請願活動を行いました。シュプレヒコールもなければプラカードもありませんでした。しかし当時の中国共産党の総書記江沢民はファルンゴンの任期際の首都から大規模な弾圧を命じ、数えきれないほど多くの人命が失われました。四半世紀が経とうとする中、ファルンゴン学習者は信念を貫き、今日も活動を続けております。それでは現場からは以上でございます。中国共産党についてどう思いますか？最も自白だと思います。もう人類史上一番自白な政権だと思います。はい、なんかどうしてそう思うのですか？23年間も新善人に基づいていい人になろうとする人たちを弾圧してます。もっとひどいのはその人たちを勝手に捕まって臓器を取って売買してます。はい、では今日こちらの中国の大使館の前に来てますけれども、このなんていうか中国共産党に対して、この信念、この中国共産党に対してこの訴える信念はどこから来ていますか？人権はもうどこの国も人類史上でもうそれは普通の普遍の価値だと思います。中国共産党はそれを剥奪してますね。今日ですね、中国大使館の前に来てますけれども、一番訴えたいことは何ですか？中国共産党は今ファルンダファレ氏を迫害しています。なのでそれの反対のため来ました。日本でですね、この中国共産党 の迫害について訴えることの意味とは何ですか？その迫害を止めさせるのためと思います。中国共産党についてどういうふうに思っていますか？中国共産党は新善人を、修練している人たちを迫害してて、で臓器狩りも行ってて、人の臓器を奪って売ってって販売してて儲けるのはすごく悪党だと思っています。